こんにちは、谷口健太です。鉄板健太という、トロントで鉄板焼きの居酒屋を経営しております。そしてはしごプロジェクトという、プロジェクトのリーダーをやらせてもらってます。はしごプロジェクトとは、複数の日本人経営の飲食店が協力し合ってイベントなどを行っていく団体です。会社は違うかもしれませんが、こうやって異国で頑張っているからこそ同じ志で協力し合えるんだと思います。やはり一つの店舗だと難しいということも、複数の店舗が集まれば大きなことができると思っています。大きなイベントもそうですし、他店舗同士のコラボレーション、シェフバトルなども可能だと思っています。今日までにスタンプラリーとシェフコラボレーションイベントを行ってきました。これからは活動をもっともっと大きくしていって、日本から食材を取り寄せたり、各地の特産物を使ったイベントも行っていきます。はしごという名前には、何かと何かをつなげるという意味を込めています。トロントと日本、人と人、飲食と美容など、世界中にこのはしごをかけていきたいですね。